城の腰遺跡外観大溝採取以降の下流部から上流部を望む。奥中央に広場、広場左右及び右端の3カ所に聖戦が所在する。城の腰遺跡上の腰遺跡の1条の腰遺跡は、三重県伊賀市広にある遺跡。国の名称、史跡及び三重県指定史跡に指定されている。伊賀盆地南東部、木津川右岸の丘陵端部。 周囲を低給料で囲まれた小盆地南東隅に位置する。1991年度以降に発掘調査が実施されている。一石域は平野部の A 地区と給料斜面地の B 地区に分かれる。特徴的な移行として A 地区では大溝採取以降が A 地区、B 地区では紙面ひ差し付け大型掘立柱建物計4棟が検出されている。 大溝採取以降は、3箇所の聖戦からの湧水を引き込んだ天石溝であり、湧水自体を対象として採取が採行された以降になる。その景観は、後世の日本庭園にも通じるほか、多くの採取関連遺物が出土した点でも注目される。また4棟の四面ひさしつけ大型った掘立柱建物は、古墳時代当時としては非常に大規模なもので、 大溝における祭祀との関連が指摘される。この城の古史遺跡は古墳時代前期後半く中期の4世紀後半5世紀頃に祭祀の世紀を持つと推定される。大規模な天衣市以降や大型建物4棟の規模から有力な市町村が祭祀主体を担ったと推測される点で注目される遺跡になる。遺跡遺跡は1992年に 三重県指定史跡に指定され、そのうち中心部が1993年に国の名称、史跡に指定された。現在では、史跡整備の上で、史跡公園、城の古遺跡として公開されている。遺跡は、平野部の A 地区と A 地区南東部の谷筋に入った、丘陵斜面地の B 地区に分かれる。特徴的な遺構として、A 地区では、大溝最終遺構が A 地区、 B 地区では、紙面ひさし付け大型掘立柱建物が、角二頭検出されている。大溝祭祀以降の広場大溝祭祀以降は、城の腰遺跡を最も特徴づける遺構で、平野部の A 地区で検出されている。三箇所の聖泉からの湧水を引いた溝であり、溝の糊面には、天石が施される。溝と溝との合流部には、立石を排した、突出部や、 溝に降り入るための階段が配されており、後世の日本庭園的景観として注目される。すべての溝が合流した地点により、下流は、つぼりの大溝とする。また、天意志向に囲まれた、中央部には、周囲を石で囲まれた15メートル、10メートルの、楕円形の広場があり、最祀行為の採用場所と推定される。大溝からの出土遺物としては、多量の土器、木製品、 植物遺体がある。土器は古式端きの小型丸底壺、高月の割合が非常に高く、小型丸底壺のうちには道具に先行を有するものがある。また当時としては貴重な冠式系土器の取って付け鍋、亀が各一点検出されている。木製品としては、この時期で最も一般的な工作用の具が一切認められない一方で、扉などの建築部材、 飾り弓、刀形などの採取具が検出されている。植物遺体としては、多量の頭角のほか、生鮮の一つから出土した氷炭がある。植物省の分析によれば、採取移行当時には、大溝周辺は森林であり、大溝の水は非常に正常であったとされる。この大溝採取以降は、古墳時代前期後半低、中期の4世紀後半マイナス5世紀頃に、 祭祀の正規を持つと推定される。大溝は古墳時代後期には埋没しつつあり、奈良時代には完全に埋没したとされるが、その時期の遺物の庭の牧書名土器の出土が注目される。大型掘立柱建物の遺構表示紙面、日差し付け大型掘立柱建物は、大溝祭祀以降とともに城の古史遺跡を特徴づける遺構であり、A 地区、B 地区で、 各二棟が検出されている。A 地区では、大溝祭祀以降の東約100メートルにおいて、東西二棟が検出されている。いずれもおもやは二軒二軒で、日差しを含めると、一方は五軒島で、他方は島々である。映像時期は、古墳時代中期の5世紀前半頃と推定され、時期1から大溝祭祀以降と、セットで使用されたと見られる。B 地区では、 丘陵斜面地上で、東西二棟が検出されている。柱筋を揃えて東西に並んでおり、いずれも母屋は二軒二軒で、久しを含めると五軒島である。東側建物が一回り、大きく、A 地区の西側建物と、ほぼ同型同大になる。付近は遺跡を取り巻く、消火線が谷から盆地へ出る水分の地であることから、それに関わる、再使用施設と推測される。 城の腰遺跡で検出された四面ひさしつけ掘った手柱建物4棟は古墳時代の大型建物のうちでも非常に規模が大きく豪族巨漢が検出されているサンツテラー遺跡の主屋建物と外角線がほぼ同大であることから祭祀主体の有力性が指摘されるこれらの4棟を豪族巨漢と捉える説もあるが豪族巨漢であれば伴うべき区画施設が 認められていないことから、市町村によって造成された大規模祭祀場と捉える説も挙げられている。大溝が埋没しつつあった古墳時代後期には、大溝を取り囲むように多数の小規模掘った手柱建物が映像をされている。遺跡全体としては、古墳時代から中世紀の建物群が検出されており、検出された縦穴建物は29棟以上。 掘った手柱建物は50棟以上に及ぶ、所在地関連施設交通アクセス周辺。ありがとうございます。